はい、皆さんこんにちは、久しぶりですね、あなたの人生を変える不動産とお金の話というですね、セミナー、これはもう10年くらい前にあって、で実は小冊子とかねいろいろ出てですね、非常に勉強になったってことがあって、で最近はですね、年金の健康診断というのもですね始めさせてもらって、これは不動産とお金の話に使ってた、そのいわゆるエクセルシートを活用して、将来の年金をですね計算してやろうなということで始めたんですね。でこれも、おかげさまで、そもそもですね、皆さん喜んでいただいて、さらにですね去年、一昨年ですね行いましたフィナンシャルリテラシー、いわゆる学校では教えてもらえないフィナンシャルリテラシーの話ということで、お金の話ですね、というのもこれもですね、大反響で、全国でですねやらさせていただいたわけですけども、今回はですねこれをもう全部ミックスした形、つまり、今までのですね、セミナーの中のいいとこ通りをですね、した内容で、皆さんに、お話をしようということをですね、企画の方から言われまして、これはラジオのですね FM 横浜、ここが知りたい不動産、またジェイコムのですね、同じくジェイコムテレビのここが知りたい不動産というところにですね、かなりの反響がありまして、いろんな質問があるですね、基礎的な部分、これをですね、不動産の投資の基礎的な部分も含めて、どうして資産を増やすにはこの方法が必要なのか、ということもですね、全て含めて、今回のセミナーで皆さんにですねお伝えしようと思っています。あんまりですね最近なかなか億劫になったというか他の人がですねいろいろセミナーやってる関係で、あまり出しゃばってもしょうがないと思ったんですけども、かなりの要望がありますので、今回はですね、この要望にお答えして、セミナーを行わさせていただきます。日程等はですね、こちらの方に、ですね、書いてございますので、できればなるべく早くですね、お申し込みいただいた方がよろしいんじゃないかなと思います。ぜひご期待いただきたいと思います。よろしくお願いします。